やってまいりました、アプデゴのカーズ世界一発目。プーフーライ。あ、でももうテクスチャー変わってるね。死んだふりしてる。この辺も気になるところだね。ジャギーン。はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。やってまいりました、カーズ世界でございます。よろしくお願いいたします。今日はですね、アプデゴの世界ということで、ちょっとまあ見て回ろうか。特に何するってこともないんだけど、動くのかどうかが心配じゃん。トラップタワーとかあいつとか、まあ、使ってないけどね、あれはね、とか、まあ、これとかね、チェックしていきたいんだけど、まあ、その前にいろいろ見て回ろうよ。本日もやってまいります。ショータイ。さてさてさて、回って、今ね、ちょうど帰宅部さんいらっしゃるんですけれども、それぞれがね、アプデゴをプレイしてるかどうかとかも気になるし、なんか変わってるな。うわー、なんだこれ。なんですか。なるほど、これ太陽の塔か。ほジャジャさんか。ジャジャさんじゃない。細やかな色使い、細やかな色使い&一応私の顔が太陽の塔のあの曲がった感じになってんだな。このままが目がついてるし、すげえ。あ、じゃあこれに気づいたのか。ジャジャさんのところでさ、通天マグね、通天マグね、作った時にこっち作ったんだよ、みんなで。あまりにも薄れててさ、通天マグの存在が、タワー戦争の話が思いっきり薄れててさ、で気づいてくれたってことだな。アプデ要素をちょっと探したいね、一つや二つ。あ、そうだ、例えばジャッキーチェーンどうなった。あ、いる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 、ジャッキーいたか。名前をこのズームで、名前、あ、見れる見れる見れる、ジャッキー、よかったよかった。なんかここの島、村人が落下するらしいんで結構危険だよみたいなコメントがあったんだけど、よかったです、ありがとうございました、よかった。おそらくですが、まあ予想の範疇を出ないんですが、間違いなくカズクラさんはもうアプデ要素をいじくり倒してるはずです。あ、ほら見て、これレール増やせるかなって試したんでしょ、これ。あ、増やせるんだな、レール増やせると。あ、でももうテクスチャー変わってるね。テクスチャーが絶妙になんか変わってるね。丸石もなんかちょっと変わったな。粘土玉になってる。ちょっと形変わった。細けえテクスチャーのアップデート入ってんだな。まあ先日アップデート要素を検証ということで、前編後編で動画を出しましたけども、そこでは全然触れてなかったですね。テクスチャーの変更等もやっぱあるんだな、細かいところで。いや違う違う違う、そういうことじゃなくて、少なくともウーパールーパーぐらいはいるかと思ったんだけどな。まだか、絶対触ってんだろ、やばやば、重た、うわ、また出てきた、やば、なにこれ、いてえって。うん、特にねえか特にないね、まあ、特にないか。帰宅部ゾーンでございますが、相変わらずすごい建築、水浸しの中だよね。こっから出れるなってんのかな。おー、すげえすげえ、見て、見ました、今中心のプレイヤーの人数出る、誰もねえや。ああ、夜寝る、ああ、あ、いた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 。現状まだアップデート要素は何一つ見つけられておりません。せめて探しに行っちゃおうかな。ちょいちょいちょい、ウーパールーパーぐらいだって探しに行けるんじゃないの。行きますよ。はい、当たり判定を表示して、行ったことないとこじゃないとウーパールーパーがスポーンしないのかどうか問題が、実ははっきりしてなくて、ウーパールーパー、これでさ、音出せばいいか。よし。なになにその、なにその進捗、なにそれ、かわいい捕食者。おーおーおーおお、絶対ウーパールーパー系のことやってるよね。じゃあウーパールーパーと共に戦いしており、すごいすごいすごい、進捗も増えてるから進捗も頑張んないといけないね。
じゃあ帰宅部どこにいるんだ。ウーパールーパー見せてくれよ。せっかくだからアップデー要素、アップデーこう初めての数世界なのにアップデー要素を一切。ててあ、よっしゃ発見。光るイカ、光るイカ発見。おお、じゃあウーパールーパーいるか。あ、いた。死んだふりしてる、死んだふりしてる。ウーパー、ウーパールーパー、ウーパールーパー。はい、あ、いた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 、結構いる結構いる。普通に湧くんだよなこれ。しかもその辺で見つかるってことは、あ、簡単に見つかることだね。よかったよかった。さあ、ということで、では私の島に帰ってまいりましたと。私の島にはですね、トラップタワーから出てくるね、肉とか、まあ、火薬とか糸とか、まあ、その辺があるんだけど、ここのね、全く使えないけど、まあ一回動かしてみよう後で。ね、このかまど、他に特に見るものはないかな。なので、まあおそらくさっきレール動いてたからここも動くだろうなと思うんですが、何焼こうか。じゃ、焼け焼け、もうちょいもうちょいもうちょい。さあ来る。問題ないね、バッチリ動いとんね。はい、オッケー。サトウキビの色も変わってないか、鮮やかに。ゲームの設定変えただけ。あ、普通に動くね、問題なさそうだ。まあ今回特にレッドストーンのアップデートはなかったんで、まあないだろうなと、影響はないだろうなとは思っていたんですが、思った以上に影響ないね。さあ、今回はアップデート 1.17 のアップデート後 初動かし、そして太陽の塔設置後初動かしなので、どうなるか、この辺も気になるところだね。みんな達成してるわ、ウーパールーパー捕まえてる。これが動くかどうか、問題ないか。もともと、もともとからあったであろう問題はそのまま残ってるけど。おお、まあ、夜まで待つか。で、ここのスヤシステムがしっかり動くかも確認しておきたいね。放置できないとかなって、こうほら、起きる時のなんか向きとかが変わったりとかしてると、無理な可能性あるから、そこちょっと怖いよね。まあ、そもそも他のメンバーいるんで、メンツが、敵が湧かない、湧きづらいってことはありますけれども。あ、そうだ、それだったらここにアイテムがどれだけあるか。あー、ちゃんと湧いて流されてはいるね。問題なさげではあるよな。あ、夜だ、スヤスヤシステム、よいしょ。すや、おおおおおお、このまま、はい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 、飯食える。あー、いけるないけるな、スヤスヤシステムも大丈夫だ。オーケー、特に何の問題もなかった。あ、これいいな、看板の文字発光させてみたいね。これぐらいだったらいいかもしれないね。発光した看板をみんなのところに置きに行くとか、どうやって作るんだろう、発光した看板って。普通のイカはいた。あ、いるか、海の生物増えましたな。分かった、これボートとかの方が早いわ。これで探せー、イカ探し、やばい、これジャッキーじゃね。あ、落下したの、ジャッキー、ジャッキー落下したな。ジャッキー、お前落下しちゃダメなんだよ。ってことはさ、もうボートでさ、もう上に置いとかないといけないんじゃないの、これ。まあまあ、逃げ出した逃げ出した、それでも面白いんじゃない、面白いんだけどね。あの苦労を二度味わうのは辛く、おお、びっくりした、あの苦労を二度味わうのは辛くなって、ここにちょっと置いとくわ、仲良くするんだぞ。オッケー、あ、いたー、よーし、一匹じゃちょっと心細いねー。よかった、こういう時はこの一匹をドロップ増加で倒しましょう。キラキラのやつちょうだい、魚介はいいからね、
魚介はいいんです、いいんです。ふぅー、ではこれが私の動画のコンテンツです。あ、4つ取れたね。なんか作れるかも。4つあったら作れるんじゃない？輝くイカスミ。どうやって光る看板を作るのか、それは謎なんですけど、例えば白樺、もうテストでこうするじゃん。でもまあいいや、よくわからんけど、こうか、これを。麺が糸を欲しがっていた話があるので、麺さんに持ってきつつ、で麺さんのところに看板をまずは置きに行こうか。ろうそく建築、待ってます。ジャギーン。とは、おお、寝てる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 。無理か。寝れないんだ、あいつのせいで。ジャッキーのせいで寝れないんだよ。いや。そして、お父さんのところに、魚介に行ってよ、出してしまいました。パイン。で、これ置いときゃいいんだよね。はい。ありがとうございました。